どないやもです、えー、ちょっともう日にち経ってしまったんですけどゴールデンウィークの5月3日にですねあの千葉のねそ我スポーツ公園で行われていた、えー、ジャパンジャム2024に行ってきました。はい、でね何で行ったのかっていうとねあの友達と2人で行ったんですけどその友達がですねハロプロの大ファンでですね ぜひ一緒にどうだということでね僕フェス行くの好きだしまあね知らない音楽であっても新しいのでどんどん聴いていくのはね楽しいかなって思うんで行ったんですよね。いつもねフェス僕行く時って言ったらベビーメタが出る時とかそういう時に行くんですけど今回そういうわけじゃなく純粋にねフェスそのものを楽しもうと思って行ったんですけどあのね まあその友達がハロプロのファンであの今のねあのジャパンジャムってなんか前方抽選権みたいななやつがあるんんですよなんかフェスってまあねあの座席指定とか特になくてね、まあ、見たい時間に見たいところに行けばね気軽に見れるっていうそれがフェスだと思うんですけどあのその中でもフェスの前方のスペースはあのなんか抽選があって事前に申し込んで当たったらその,そのアクトの出番の時はその前の方で見れますよみたいなやつがあるんですけど。 あのその僕の友達がハロプロの中でも特にあのアンジュルムの大ファンであのアンジュルムのね前方抽選をね申し込んだらね当たったんですけどそれがなんとですねあの2列目だったんですよ2列目うんだからまあ本当に周りいっぱいね本当に見たいファンの方がいっぱいいる中ねちょっと僕みたいなよく知らない人間がね2列目で見るのちょっと申し訳ないなと思ったんですけどあのその友達と一緒にね2列目でねアンジュルムのステージをね見たんですけどねあのー まっあの本当にあのね圧倒されてしまいましたねアンジュルムのそのステージにうんあの僕ね実は見たの2回目なんですよあの2年前のカウントダウンジャパン2022年12月にやったカウントダウンジャパンでもまあフラットねアンジュルムをね見てはいるんですけどその時はもう晴れか後方で。 まあちょっとモニター越しにちょっとまあなんとなく見ていたってだけでねまあ、その時もねまあ、ちょっと、まあ、あまあいいねっていう風に思っていたんですけど今回2列目で見てて、ね、圧倒されてしまいましたねうんあのマジでねか,かっこいいかっこいいしかわいいしもう曲,曲もね曲がめちゃめちゃいいのよね曲がねちょっと僕好みのが 多くてですねあの僕特にねあのかっこいいなと思ったので出過ぎた悔いは打たれない」って曲がねあのめちゃめちゃかっこいいんですよ振りとかあのサウンドとかもめちゃめちゃかっこいいしあと何よりもね何だろうこのアンジュルムの子たちね僕も全然知らないんですけどあの知らないんですけどあのみんな可愛いんだけどねそれぞれがなんかねそれぞれジャンルの違う方向に可愛い子がいっぱいいてね見ててねめちゃめちゃ。 楽しいしいね、本当にねあの踊りとか歌声がねすごいパワフルで、まあ、2列目だったからもう直に届いてきたんですけどもう圧倒されてしまってねもうちょっともうフ,ァンファンになったと言ってもね、あの過言ではないですね本当にだからもう終わって次の日にねもうとりあえずとりあえず CD その友達に聞いてこれ買えばいいみたいなの聞いてとりあえずねあの、揃えたんですよ。とりあえず、まあ、とりあえず揃えてもう聴いてるんですけどねもうこれはマってしまいましたね普通にあの単独ライブとか 行きたたいいなっていうふうに思いました、はいまあね、あの以前にもねあの僕がねあのあすません僕がねあの、まあ、仲良くしている、ね、あのユーチューバーの、ね、ハロアイちゃんっていう方がいるんですけどその人にもね「あのアンジュルムのここがいい」みたいなやつはね聞いていたんで、まあ、そういうのがねそういう聞いていたのと今見たのとでいろいろとあのパズルのピースがね組み合わされましたあこういうことかって。はい、でね、うん、そうですね。 もう本当に素晴らしかった。あのでね、あの特にね,あのね足痛めててちょっとねあの足痛めてるんであの動きはできないんでずっとここにいますみたいに言っていたあの川名凛ちゃんっていう子がめちゃめちゃ可愛いねあね僕あの子が一番いいなっていう風に思って見てたあとはまあ有名だと思うんですけど上国漁さん上国漁さんもうんもうすごいいいなって思ったしもうみんな良かったんですけど。 もうこれからね、あのー、ちょっとどんどんね、映像とか見てね、あの、ハマっていこうかなっていうふうに思ったんでね、またちょっとライブとか行きたいな、うん、そういうふうに思いました。あとね、あと、モーニング娘。もね、見たんですよ。それは後ろの方で見たんですけど、モーニング娘。もね、めちゃめちゃ良かったですね。なんか衣装がね、あの、すごい可愛かったのと、あと、知ってる曲がね、いっぱいあったんですよ、モーニング娘。ね、あの最初、ラブマシーンやって、次にねあの、ラブレボリューション21やってて、 あと、ザ・ピースとか、まあ、昔のモースの曲ね、それはね、まあ、もう、みんな知ってる曲じゃないですか、日本人みんな知ってる曲じゃないですか。だからね、すごい盛り上がってね、楽しかったですね。はい。というわけで、あのー、ちょっとね、あのアンジュルもハマってしまったんでね、まあ、これからね、いろいろと、まあ、ライブとか行きたいし、もう、いろんな映像とか見てね、あのーまあ、ちょっと楽しみが、楽しみが増えましたね。僕の中での楽しみが、めちゃめちゃ、 増えたんで、ね、あのファンの方とかねもしこれ見てたらあのー、なんかこれおすすめですよとかねあのなんかコメントとかしてくれたら嬉しいかなっていうふうに思いますいやもうなんか久しぶりにね久しぶりに新しいハマる人たちにね出会えたんでねあのなかなか楽しいですねうん。 アイドルにね、アイドルにこうなったのって多分初めてなのかな。まあ、まあベビーメーターをね、アイドルと言うか言わないかっていうのはまあ諸説あるから、まあ、ベビーメーターがアイドルかどうか諸説あるから、そこはちょっと置いといて。まあ、こういういグルループアイドルに そうですね、あのー、うおーって、なんか心持っていかれたのはね、あのー、初めてかもしれないんで、僕今29歳なんですけど、初めてかもしれないんでね、あのー、非常に新鮮な経験をね、この年でできてね、あのー、ワクワクしています。はい、というわけで、以上です。ご報告でした。バイバイ。